眼科医の平松です。今日は朝にやるべきモーニングルーティーン、まあ朝だからモーニングルーティーン当たり前なんですけど、目のためにやるべきことについてお話ししようと思います。普段起きて、まあ、生活していく中で朝とか夜とか、まあ、決まった時間ね、起きたりして、まあ、やることっていうのが、いろいろあると思うんです。皆さんがついついやってしまっている朝のこと。で、それに悪いものやいいものがあります。どういうふうにしたらいいんだろうって迷う方もいると思うので、まあ、今日の動画は参考になればと思います。まあ、こんな感じで、普段自分でできることなどいろいろ、出してますんで、よろしければチャンネル登録やベルマーク押していただければと思います。じゃあ今回紹介するモーニングルーティーンはっていうと、まあ、私を例にして、まあ、こういう風にしてますよ。で、ここにはこういう目的がありますよとか、ここはおすすめですよとか、ここはあんまおすすめじゃないですよっていうことについてお話しようと思います。まず、モーニングルーティーンの一番の肝、いきなり最初に来るんですけども、起きる時間を固定するということになります。で、まあ、休日はちょっと遅くとかもありなんですけども、遅くするにしても、1時間とか、まあ、2時間はちょっとやりすぎかなってぐらいのイメージ感で、そんなに前後させない方がいいです。なぜかというと、起きる時間を固定しておけば、リズムが作りやすいんですね。もちろん寝る時間も固定してほしいんですけれども、寝る時間っていうのはね、ちょっとしたことで押したりいろいろするわけですよ。例えば、今日は、いろいろこう仕事が立て込んじゃうと、友達に会わなきゃいけないとか、なんかやんなきゃいけないとかってなって、本当だったら11時、12時に寝たいんだけど、1時、2時になっちゃうってなるじゃないですか。で、それに合わせて次の日起きてしまうと、綺麗に1時間ずれてっちゃうわけですよ。だから、仮に本当はいつも12時に寝てるんだけど、1時に寝たとしても、もう同じ時間に起きてしまう。代わりに、翌日早めに寝るとか、まあ途中で昼寝を入れるとか、そういう風にして調整する方がいいです。理由としては、ランダムな時間に起きてしまうと、なかなかね、体がね、ちゃんと起きてくれないことがあるんですよ。なぜか、毎回同じ時間に起きていると、睡眠時間が少ない時でも、なんとなくその時間に目が覚めてしまうっていうのがあります。実際私、目覚ましかけてますけど、大抵目覚ましのちょっと前に自然に起きます。決して睡眠時間が長い時だけではないです。例えば仕事が立て込んでいて、まあいろんなやんなきゃいけないことがあって、本来だったら僕は12時には寝るわけなんだけれども、11時、12時にはね。なんだけどそれが立て込んで、まあ1時とかになっちゃったとしても、必ず翌日はまあ6時とか6時半とかには起きるっていう風になっております。まあ最低6時半には起きようとしてるわけで。まあ6時に起きれればいいし、まあ6時半に起きるのが普通かなっていう、まあこんな感じのリズムにしてるんですね。なので1個目、起きる時間を固定する。これは基本的におすすめの方法になります。では、起きたらまず何をするか。トイレに行く。まあ、普通ですよね。普通なんですけど、まあ、トイレに行きます。で、トイレに行った後、体重を測る。です。要は、体重って、まあ、いろんな時間に測りようがあると思うんです。一番、まあ、測りやすいのって夜寝る前だと思うんですけど、夜寝る前って、結構、まあ、食べ過ぎたとか、飲み過ぎたとか、まあ、そういうのが残っちゃってる状態の体重なので、ちょっと精度が低いんですよ。一方で、朝ってなると寝て、まあ、いわゆるこう尿は全部出し切った状態での状態なので、まあ、そういう意味で、ある意味一定になりやすい。でもね、朝毎日測ったとしても、そんなに一定にならないですね。1キロぐらい上下することってあるんです。でも、それはそういうもんだと割り切っていただいて、まあ、全体の体重の傾向を見るっていうために、朝体重を測ってます。同じように血圧も測っています。血圧測定器によって。ねえ、朝の血圧を測って、まあ、血圧は朝しか今測っていないですね。でも、それで、まあ、リズム作れてるかとか、まあ、すごいストレス溜まったりしてると血圧上がりやすかったりしますから、まあ、そこら辺の指標にしてます。本当だったら、自宅の眼圧計があれば、そこで朝眼圧も測れればベストだと思います。ただね、眼圧計はそこそこ値段しますんで、まあ、もうすぐ、皆さんも自分で買えるようになりますけど、それでも多分30万はするかなっていうぐらいの値段なので、ちょっと私も、どうしようかなっていう値段ですね、っていうのが正直なところになります。まあ、でも、あったらできれば朝、眼圧測れるとベストっていうふうに思います。で、
目薬しますと。まあ、目薬といっても、まあ、眼圧を下げるもんではないんですけれども、まあ、緑内障の人の場合は眼圧下げる目薬しますし、まあ、私の場合は、いわゆるこう、ドライアイ、乾燥の目薬させていただいています。あとは季節によっては、アレルギーのお薬の点眼もね、使っています。点鼻も使っていますね。点鼻はね、朝やるだけじゃなくて、基本的には夜ですね。夜やることが多いんで、今日朝って言いましたけど、まあ、夜、基本的にはやってます。っていう風にして、まず最低限の状態を作って、で、お水またはお茶。まあ、基本的に僕はお茶が多いですかね。お茶を飲んで、で、まあ、サプリメントとか飲むとき、例えば、ビタミン C とか、マルチビタミンとか、飲むときは朝もう飲んじゃいますね。飲んでしまうと。で、イヌリンって言ってね、まあ、他でも紹介してるけども、イヌリンという腸をね、落ち着かせるような、サプリメントとか、あとは、ミヤリさんかなっていう、まあ、腸のね、サプリメントも取っていて、その後食事っていう風にしております。で、まず飲みますと。でもって、まあ、髭剃って、顔洗って、まあ、髪の毛を、こう、寝癖直してっていう、ね、これはまあ、普通かなっていう風に思います。で、その後、一応ね、昔はそんなしてなかったんですけど、まあ、年齢も重ねてきてるので、顔の保湿とかもしています。これは、緑内障の方とかであれば、緑内障に限らず、眼科の目薬をしている人であれば、顔とかの周りの保湿をしておくことは悪くないことだと思います。理由としては、どうしても目薬の影響で、まぶたがガサガサになったりとか、する場面が出てくるんですね。そうなりにくいように、保湿とかしていただくのは決して悪くない。ただこれは、まあ、絶対って感じじゃないですね。私もまあ最近一応ちょっと始めてみたいぐらいな感じなので、まあ女性はぜひやる人多いと思いますけど、男性はまあ可能なら、ね。で、食事とか取ります。で、基本食事は僕は今はオートミールと、鶏肉を取ることが多いです。まあ炭水化物と、まあいわゆるこう、タンパク質っていうのを取ってあげるって感じで、まあ、ただ、まあ、これがおすすめかどうかは人によると思うので、まあ、そのうちその朝取っている朝食に関しても、まあ、実際に皆さんにお見せして、まあ、こんな感じですっていうのを、まあ、そのうちシェアしようかなと思います。まあ、結構朝オートミールとか、いわゆるこう鶏肉を食べてあげると、セカンドミール効果とも言いまして、まあ、簡単に言って普通のパンとかお米よりはお腹が膨れやすいです。そして、すごく消化吸収がゆっくりなものなので、お昼とかもそんなにお腹が空きにくいっていうところがメリットとしてあります。デメリットとしては、消化吸収が弱い場合はちょっとなかなか厳しい。私はイヌリンとかさっき言ったミヤリン酸を取ることによって、比較的結構普通に食事できるようになりました。でも昔は朝に肉を食べたりとか、オートミールみたいに消化が悪いものは食べられなかったんですね。今は、食べられるようになったんで食べてますけども、だからあなたの消化吸収能力によって、まあ、ちょっとそこは考えていただけるといいかなっていうふうに思います。で、基本的にはもう準備をして、仕事に向かって、で、仕事も基本的には始まる時間よりも前に着くようにしてます。結構、就業時間ギリギリに行こうっていう人も多いと思いますけど、できればちょっと早めに余裕を持って行っていただけると、こう、興奮したりとか、緊張したりとか、まあ、そういうのがないので、もちろん朝の5分10分は貴重なのはわかります。わかるんだけれども、そこで無理してギリギリにすることで自分にストレスをかけてしまうよりは、まあ、できればちょっと余裕を持ってついていただけるといいかなっていうふうに思います。で、寒い時はお湯とか、ちょっと温かいお茶とかを飲んで、そこから仕事に入るって感じです。本来だと9時から外来が始まってるんですけど、私の場合は8時に30分から入院患者さんを見たりとか外来を始めたりして、もう診察開始っていう風にしちゃってます。理由はとっても混んでるから、まあ、ただそれだけの理由であって、まあ別に仕事を普通の時間よりも前に始めるのは別にあなたが真似する必要はないかなっていう風に思います。今日のルーティンまとめると、一番重要なのは起きる時間を固定することになります。そして、起きた後は、トイレに行ったら体重を測り、まあ、血圧、可能だったら眼圧測れるとベストですね。でもって目薬をして、で、まあ、水くろいしながら食事もして、で、食事もできれば、血糖値の
急激に上がるものではなくて、緩やかに上がるものにしていただけるといいと思います。ただし、緩やかに上がるものっていうのは、どちらかというと消化が悪いです。例えば、お米に比較すると、大麦とか玄米の方が消化吸収ゆっくりで、低GI でいいんですが、ちょっと消化にエネルギーが必要なので、腸が弱い、胃が弱いという方は、無理せず、多少血糖値が上がっちゃってもいいので、まあそういうね、白米とか、白い食パンとかを取るのも、まあ構わないかなって思います。じゃあどっちがおすすめって言われると、個人的にはお米の方がおすすめです。理由は、いわゆるパンの場合は脂質が比較的含まれていますので、まあそれよりはお米の方が、まあ、血糖値も上がりにくいし、脂質とか油分とか、まあ余計なものも入りにくいので、まあコントロールしやすくておすすめです。ただまあもちろんね、好みがあると思いますんで、まあ、そこら辺はお任せって感じになります。今日は、眼科医がやっているモーニングルーティーンについてお話ししました。ちょっとでも皆さんの参考になるところがあればなと思いますので、今後も、今回は私がやってるのを紹介したけど、こういうモーニングルーティーンがよりおすすめですなど、アップしていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、ベルマーク、よろしくお願いします。